メジロガモは、カモモクカモカハジロ属に分類される鳥類。ヨーロッパ南部、西アジア、チベット南部などで繁殖し、インド北部、ロシア西部、ペルシャ湾沿岸部、ナイル川流域などへ移動し越冬する。全長38から42センチメートル。翼長オス17.8から19.3センチメートル。 メス17.2から18.5センチメートル。翼会長63から67センチメートル。体重0.6キログラム。くちばしの色彩は、海国色。くちばし先端の爪状の突起は黒い。講子の色彩は灰色。オスの繁殖羽根は、頭部から胸部にかけての羽衣が赤褐色。体上面つらの羽衣は、緑がかった、黒褐色。 腹部やお化器部の仮面を覆う羽毛は白い。オスは、交彩が白い。オスの批判殖バネやメスは、全身の歯衣が褐色。メスは、交彩が褐色。批判食地では開けた水場。繁殖地では、水生植物の繁もした火星や故障に生息する。植生は、植物食傾向の強い雑食で、主に水生植物を食べるが、昆虫も食べる。 繁殖形態は卵生。水辺の茂みや水面に浮かぶ水生植物の上にメスが巣を作り7から11個の卵を産む。放卵期間は25から27日。干拓による生息地の破壊、乱獲などによる生息数は減少している。以前はアフリカ大陸北部でも繁殖していたが、すでに繁殖個体群は絶滅し、 アフリカ大陸西部やナイルガー流域の越冬個体数も激減している。旧ソビエト連邦での1975年における繁殖個体数は14万ペア。1984年における繁殖個体数は5200ペアと推定されている。1994年における生息数は75000万5千羽と推定されている。ありがとうございます。